ちゃんとニコの可愛さとかっこよさを感じてくれたでしょうね。まだよ。ニコが次に手に入れるべきはセクシー。悔しいけど、ここは達人に教わろうと思うの。セクシーの達人？そんな言い方をされたのは初めてだわ。ニコちゃんは私にセクシーとは何か教えてもらいたいの？そうなの。カリンにもニコのキュートさを教えてあげるから教えてちょうだい。提案はありがたいけど、それは難しいんじゃないかしら。なんで？だってニコちゃんと私だとスクールアイドルとしての方向性が違うと思うの。それはそうかもしれないけど、ニコちゃんにはニコちゃんの魅力があるし、他のものを今から身につける必要はないんじゃないかしら。身につけた方がもっとパワーアップできるでしょ。カリンだって新しい魅力を身につけたいと思わないの？新しい魅力ね。私は今自分が武器としている魅力を磨いていく方がいいと思うけど。ごめんなさい、この後雑誌の撮影があるからもう行かなくちゃ。あなたってニコのことをいつも信頼してくれるのよね。そういうところ好きよ。二人の言いたいことは伝わったけれど、ごめんなさい、今回はパスさせてちょうだい。それじゃあまた今度。カリン！いやよ、無理だと言われてはいそうですかと引き下がるわけにはいかないんだから。向上心があるって言ってほしいけど、あなたがいてくれるのは心強いわ。カリンの考え方を変えてみせるんだから、カリン覚悟してなさいよー。